フィリピンででは韓国人に見られるダンです、えー、と今日の動画では揚げまんの、えー、特徴、ほくろなど揚、揚げまんの外見の特徴について簡単にお話したいと思います。えー、と3ポイントお伝えします。揚げまんの特徴はいろいろあるんですけれども、3つポイントを挙げると,、えー、と、ほうれい線の上にほくろがある人は揚げまんの傾向が強いというのがまず1つですね。わかりやすいですね。でえー、とほくろの色が 恋っていうのがまたポイントになるんですけども、逆に薄いとえっ、ー、とまあ死に袋って言ってあんまり演技が良くないという感じで言われるのでえっ、ー、と濃いですね。でと二つ目なんですけどやっぱりえっ、ー、とスマイルですよね。えっ、ー、と微笑みで自然な笑顔ができる人っていうのはこれあのアゲマンとか男女関係なくあのやっぱりえっ、ー、と信頼できる人というかえっ、ー、とやっぱり魅力的に映る。 えー、笑笑顔顔の特徴でですすねね自然な笑顔です、ね、やっぱり不自然な笑顔というのは逆になんか怪しかったりとか、えー、となんか人に疑われるようになってたりするので、えー、と自然な笑顔で柔らかい微笑みですね。で3つ目なんですけど、えーとまあ、色白とかいろいろ言われたりするんですけど、えー、と鼻筋ですね自分が思うのは鼻筋が通っている女性ですね。 でやはりあ、えー、げマン自分の周りであげマンかなっていう人を見ると鼻筋通ってる人が多いってことで,で、えー、と3ポイントお伝えしたんですけれどもこれはあくまで傾向なのでもちろんあのいろいろな、えー、と特徴を持ってたりしますが、えー、と結構統計的に多かったりするのでなかなか面白い統計かなと思いますなので、えーとまあ、これからねあの海外とか移住したいっていう人がメールマガの読者さん多いんですけど 外国人にも結構通じたりする話なので、まあ、一つ、えー、とヒントになればなと思いますで外見の特徴だったんですけど内面はやっぱりあの、えー、といざって時にしっかり、えー、と強く、えー、と励ましてくれる人ですねで、えー、と分かる分かるってただ話聞いてるっていうような、ね、あの聞き上手っていうのはこ一緒にいて心地いいんですけど、まあ、あの自分の周りだともうなんか例えば経済的にね大変なことになってその過程が。 でもう本当にもう大変な時に、えー、ともうこのままだと本当に野樽人だからみたいなねもう強くしっかりしてよっておあの旦那に言えるような奥さんね、まあ、そういった人がもうむしろそのっ、ねえー、とね起死回生してもう一発奮起してあの大きな経済的、えー、と自由を手に入れたっていう人もいっぱいいますし。 まあ本当にいざって時ただいい人で終わるんじゃなくてなんか本気でその旦那を降り立たせるパートナーを降り立たせる人っていうのはあげまんかなと思いますね自分の周りだとそういった人が多いですなのでまああのいろいろ会話する中でねえっとこういった女性と,えっと会えたらえっとぜつかんで話さないようにしてもらいたいなというふうに思いますということであげまんの話だったんですけど えとメルマガ無料のメールマガジンの方では、えー、とブログ作成代行サービスというのをやっていて、えーと、あなたがどこに住んでも、日本の田舎でも、ね、海外でも、えーと、どこに住んでもオンラインで収入を得られるブログっていうものを作ってお渡ししますっていうサービスをしてます。で、移住とか、えー、と将来独立とかね、えー、と本気でしたいというあなたはぜひご相談いただければ、えー、と本気でお手伝いします。ということで、また別の動画ではしましょう。ありがとうございました